はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極剛腕の紳士、究極ジョナサンですね、こちらの方を攻略していきたいと思います。もうすでにね、実装されてかなり経つのでご存知の方はいらっしゃるとは思うのですが、改めて、紹介させていただくと、フレンドポイントをですね、こちらを1万ポイントで、このクエストをですね、究極剛腕の紳士ですね、こちらが1枚交換できます。今回はですね、時間制ではなく1枚で1回なので、かなり貴重な挑戦となっておりますが、週1回ですね、週1で3枚ほど、交換できるので、チャレンジする機会は大いに上がったと思いますので、動画として残したいなと思いました。 ではですね、見ていきましょう。ステータスはご覧の通りです。ではまずはリーダードハンですね、喧嘩と愛をつけてます。リーダースキル要因ですね、増援遅延のカウント1ですね、こちらが、必要だったのでこちらにしました。無駄利用でもいいのですが、無駄利用は地浴びがねちょっとうるさいのでこちらにさせていただきました、ロハンにさせていただきました。そしてメインアタッカー、ナイフ利用ですね、積もる恨み、ナイトラ、焼けっぱちをつけてます。そしてカバウ即死要因、セペリですね、カバウ、愛をつけてます。カバウがあれば、何でもいいと思います。まあ赤と白のみなので、1万4000だったと思うんですけど、1万4000以下のヒットポイントのキャラクターであれば、赤と白であれば何でもいいと思います。そしてシーザーですね、スキルゲージ回復、蘇生、愛をつけてます。まあ蘇生はなくてもいいんですけど、まあ保険として使ってます。そしてフレンドにはウンドゥールを迎えています。そしてここですね、チケット使用確認、このクエストは専用チケットを1枚使用します。冒険進みますか。はい、まあね、このパーティーはありふれたパーティーなので、もうご存知の方は思うので、あまり攻略動画としては参考にはならないと思いますが、よろしくお願いいたします。ちょっとチェックをし見ていくと、華僑院ですね、華僑院が、スマッシュカウンターですねを必ず発動してくるので、これを利用したいと思います。ゼペリがねカバーうので、フレンドのウンドゥールでゼペリの近くでスマッシュ、そしてかばってもらって14,285、そしてゲージが4ゲージになりました。ゲージが4ゲージになったのですぐにナイフが CS をすぐ使えるということで、もうナイフ CS の旅になります。はい、増援イギーが降ってきましたが、ナイフだったらもう簡単に処理できるので関係ないですね。そして2ラウンド、いきなりですね、アダムスがしてきますが、増援遅延があるので関係なしでいけます。そこで CS 即すまで大丈夫です。はい、次の増援ですね、増援ブラフォードとドゥービーが降ってきました。こちらも CS ですね、もうめんどくさいんで CS でいっちゃいます。4ゲージね溜まっているのでこちらで十分ですね。
特に困ることもないのですが、マニッシュボールも1、ないんですね。10分の1とかがないですね。じゃあ関係なくナイフだけちょっと処理して、終わります。で次のチェーンですね。今度は気をつけたいのがこれですね。えらい食らうので、あ、やられちゃいましたね。誰だやられたの。あ、ロハンですね。ロハンさすがに体力なかった。困るのがストロハイムですね。ストロハイムの自爆に巻き込まれないようになんとかしたいところなので、ちょっと離れたいところなんですが、これはどうだ、こっちですね。よし、ここなら多分大丈夫、多分大丈夫、絶対とは言えないけど。さあどうなる。よいしょ、さあどうだ。 OK、 ストロハイムの自爆をねさえ気をつけてしまえば、あとはなんとでもなるということですね。さあそして最終ラウンドですね。ここでシーザーを使いたいところなんですが、ですね、ジョセフが死亡したときにですね、貴様はこれも計算のうちかジョジョーというですね、死亡したときにスキルゲージをヒット数分減らしていきます。そしてマニッシュボーイですね。マニッシュボーイが存在する限りスキルゲージのたまりが10分の1になってしまうので、もうシーザーで即発動です。ゲージがね関係なく使えるようにします。そしてもう大問題なのがジョナサンよりもマニッシュの方なんですよね。マニッシュの111と続いてますので、マニッシュを優先的に倒すようにしましょう。さあそして最後ですね、ジョナサンよりもマニッシュの方が面倒だっていうのがすごい話ですけどね。さあそしてもう最後の CS ですね。はい、これでクリアしました。はい、無事ですね、終わることができました。まあ終わってみればね、なんてことはないクエストなんですけども、ただちょっと一手間違うと大変なことになるので気をつけたいんですね。はい、最後までご覧になっていただいてありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。